春の安全な街づくり県民運動に合わせ、県民に防犯意識の向上を呼びかけるイベントが先ほど名古屋市で開かれました。イベントには愛知県警や関連団体の関係者およそ150人が参加。特に春から夏にかけては子どもや女性に対する声かけや付きまといが増えることから、チラシとともに防犯ブザーを配って対策の徹底を訴えました。またキャッシュカードをすり替えて盗み取る特殊詐欺や自動車の盗難も多発していて、愛知県や県警などが注意を呼びかけています。